エリザベート・フィリッピーヌ・ド・フランス、ビジェルグラムが、エリザベート・フィリッピーヌ・ド・フランスは、フランスの王族。フランス革命の最中、兄ルイ16世と、王妃マリー・アントワネットの一家と最後まで運命を、共にした。マダム・エリザベートと呼ばれていた。フランス王太子、ルイ・フェルディナント、王太子妃、マリー・ジョゼフ・ド・サクスの末娘として、ベルサイユ宮殿で誕生した。兄に、ルイ16世。 プロバンス博、アルトア博、姉に、サルデーニャ王、カルロエマヌエーレ4世のヒクロティルドらがいる。1歳で父を、3歳で母を亡くし、孤児となったエリザベートは、姉のクロティルドと共に、マルサン伯爵夫人に育てられた。この夫人の影響により修道所のごとく多くの時間を、祈りに費やす、信仰心と、慈愛あふれる性格が形成されたと言われている。 エリザベートは三人の兄たちと親しく、彼らの親族を大切にした。特に兄ルイ十六世夫妻とは、特に親しく、十九歳の誕生日には、ルイ十六世からは、ベルサイユからほど近い場に、小さな領地とオランジュリー宮殿を与えられた。この当時の王族の縁談は一度と嫁ぐと、再び故国に戻れなかったため、すべての縁談を断り兄たちのもとに残ることを選択した。 領地を与えられた後も、家族と食事をするために、ベルサイユへと通った。王妃とは、非常に親しく、クロティルドがサルデーニャにと次悲しみ防ぐエリザベートを、王妃マリー・アントワネットが慰め続け、自らの離休である、プチトリアノンの一室へ同居を進めるほどであった。当時のエリザベートの肖像画には、質素ではあるが、王妃の影響を受けた衣装を着用する姿が描かれている。 王妃とエリザベートは共通の趣味である乗馬や音楽を楽しんだ。王妃の子供たちも第二の母としてエリザベートに懐き、後に共に遊兵生活を送ることになる、名のマリー・テレーズ・シャルロットは非常におばをしたい、エリザベートの信仰心の厚さを受け継いでいる。宮廷政治には一切関わっていなかったが、アルトア・ハクと共に王族の中で最も強硬な保守主義者であった。 アルトアハクとは異なり、フランス革命に際して国外へ脱出することを拒絶し、チュイルリー宮殿で国王一家と共に南京生活を送った。1791年6月、国王一家と共に逃亡を図ったが、バレンヌで捕らえられた。パリへ連れ戻されたエリザベートと国王一家はタンプル島に遊兵された。 1793年1月21日のルイ16世の処刑、同年7月3日に、追い、ルイ・シャルルが連れ去られた時も、エリザベートは、ギシマリー・アントワネット、メーマリー・テレーズ・シャルロットと共に、党内に取り残されていた。王妃は8月2日に、コンシェルジュリー監獄に連行され、10月16日に、処刑された。処刑の朝、王妃が、 自前エリザベートに宛てて書いた遺書は、彼女の元には届けられず、幽閉された二人は、王妃の死を知らされないまま一年近く同室で、幽閉され続けた。1794年5月9日の就寝直前、エリザベートは、コンシェルジュリーの個室へと移送され、深夜に革命裁判所にて尋問を受けた。翌日は24人の他の囚人と共に、革命裁判にかけられ、 国王の脱走を手助けした罪、王族や貴族の国外への亡命に資金を援助した罪で告発された。その上、彼女は老いである王太子ルイシャルルに性的虐待を行っていたという突拍子もない犯罪で訴えられた。この嘘の告発は、拷問にかけられた子供により引き出されたと言われており、実際、裁判を傍聴した監修からエリザベートに対する同情が集まり、 彼女の除名を願う声が集まった。しかし数分間の短い裁判の判決は死刑であった。深夜にコンシェルジュリの個室に戻されるが、同時に革命裁判を受けた者が集まる雑居防易を希望した。処刑を免れた人の記録によると死刑判決が下り嘆き悲しむ者たちに苦悶と悲しみしかないこの世よりも喜びに溢れた天国に行くのだと力づけた。 処刑は裁判の翌日に行われた。荷馬車にて、革命広場に連れられ、エリザベートは長椅子の一番処刑台に近い位置に座らさせられたが、主よ深き淵より我れ、何時を呼ぶを唱えていたという。処刑台に向かう男性は彼女に腰をかがめて、会釈をし、女性はエリザベートの手に接吻をし、エリザベートは彼らを祝福した。エリザベートは第二、 紐で縛り付けられる際、肩にかけていたショールが取り払われ、肩をあらわにされた。礼儀を守りなさい、無視臭。ショールをかけなさい。彼女が死刑執行人にそう叫んだまさにその時、ギロチンの歯が彼女の頭上から落とされた。刑事後のエリザベートは、エランシ墓地に他のギロチン犠牲者と共に埋葬された。革命後、 彼女の意外はカタコ昆布ドパリに移されたままとなった。サンド二大聖堂には彼女のメダイオンが掲げられている。ありがとうございます。